藤原昭介は、平安時代後期の公家、家人。修理大部、藤原賢樹の三男。官位は、小蔵位、左京大部。六条とゴ須。小倉百人一首では、左京大部県タスク。六条藤井家二代。公は2年1月に、白川上皇の陰法案内に任ぜられて、以降、陰の謹慎として昇進した。加賀守屋、中塚酒井大介を経て、 元長元年12月生四位下に上る。大治2年1月、残限により白河院の歓喜をこむって、昇殿を止められたが、白河院法御の翌年関白、藤原忠道の娘、聖子が、ストック天皇の中宮野に作立されると、中宮領となり、歓海に復帰。法園3年10月13位に助せられて苦行に列し、同五年に1月左京大部に認じられ、 旧安四年七月生三位に至った。九十二年五月七日に皇居。去年六十六。周辺に優れた歌人が多く、永久四年の蕎麦伝北面歌合わせ、六条、最小歌歌合わせや旧安六年の旧安百首など、多数の歌会、歌合わせで活躍し、父から六条、藤家の象徴である、人丸英語を受け継いだ。天陽元年六月に、 ストック上皇から直線州先進の命を受けて、二兵元連に鹿和歌集を完成させ、騒乱に供した。金曜和歌集以下の直線和歌集に84種が密集しており、歌集には、左京大武券、タスク教習がある。左京大武券タスクに関するカテゴリー、ありがとうございます。